はいどうも皆さんこんにちは、ドラクエ大好きチャンネルのシャマと申します。今回はドラクエ3のタンク色戦士について解説していきます。良くも悪くもシンプルすぎる性能なイメージの戦士なんですが、実は育て方やキャラの強みを熟知しているかで大きく性能が変わるという特徴を持っている職業なんです。そんな戦士の奥深さを徹底的に紐解いていきますので、 HD2D リメイクに向けてどんなパーティーを編成しようか悩んでる方、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編いきましょう。戦士といえばやはりタンク係。タンクっていうのは敵の攻撃を引き受けて味方を守る盾のような役割をすること。壁役なのに結構露出度が高いんですが、これは古代地中海や聖書、あとは古典古代の時代などの剣闘士みたいなイメージ、そんな影響もあるのかもしれないですね。様々な世界の国々をテーマとしているドラクエ3の国際色の豊かさっていうのがこの職業デザインにも反映されていると言えるでしょう。そんなタンクとしての役割を持つ戦士ですが、相手の攻撃を受けてパーティーの生存率を上げるっていうのが一番の仕事となります。ドラクエには隊列システムというものがあって、戦闘に近ければ近いほど敵の通常攻撃の標的にされやすいっていうゲームシステムが存在しており、耐久度の高い戦士を前に置くことでうまく敵の攻撃を吸収、パーティーの生存率を高めます。ではこの壁役としての性能について、ステータス特徴や成長傾向とともにさらに深掘りし、正しい育成方法を見ていきましょう。まず戦士なんですが、やはり力と体力の成長がポイント。力の高さは言うまでもなく、攻撃力、つまり敵に与えるダメージに影響するので火力面での貢献が期待できます。続いて体力。これは結構分かりづらいステータスなんですが、これレベルアップした時の体力の数値の約2倍が HP アップにつながるっていうやつなんですね。分かりづらいですよね。例えば戦士のレベルが1上がりましたよと。でその時に体力が100になりましたとなれば、 HP は100の約2倍にあたる200前後になるように成長するっていうことになります。つまりは力や素早さみたいな直接的に戦闘に関わるステータスというわけではなくて、 HP の成長率に関わる数値ということになります。この体力が高いから戦士は HP が高くなるというわけですね。対して素早さが低いため、先制しての素早く敵を撃破していくみたいな動きは難しくなっていきます。そしてドラクエ3の素早さは守備力にも影響する数値。この頃のドラクエは身の守りというパラメーターがなかったので、素早さの半分の数値が守備力として反映されていました。そのため素早さが低い戦士は実は素の守備力はかなり低かったんです。ではなぜ戦士が高い守備力で敵の攻撃を受けるようなゲームデザインになっているかというと、これは装備品が豊富だからです。強力な防具をいくつも装備できることから、最終的な守備力の合計値っていうのは他の職業を抜けて圧倒的な数値になるという仕組みでした。しかし HD2D リメイクでは身の守りのパラメータが追加されることが判明しているので、素の守備力自体もそこそこ高いと思われます。そしてこの豊富な HP と豊富な装備品で敵の攻撃を受けて高い力で削りも入れられるという分かりやすい性能というわけですね。そんなわけでよく初心者にもおすすめされる職業の一つ、ルイーダの酒場にいる人も最初に連れて行くといい職業として新米冒険者にアドバイスをくれるんですが、これだいぶ罠です。いや罠ではなくて、言っていることは合ってるんですけど、ちょっと説明が足りてないというか、よくいろんな攻略サイトでも高い HP と高い守備力で味方を守る壁役みたいな説明あるんですが、これでは説明不足なんですね。戦士の強みの本質はそこではありません。戦士の強みはこれらのステータスの特徴を装備やアイテム、そしてゲーム進行と合わせて活かすというところにあります。これはどういうことかというと、装備品には様々な耐性を持った防具っていうのがあります。例えばドラゴンシールドはブレスのダメージ軽減を持っていたり、魔法の盾、鎧は呪文軽減効果を持っていたり、このようにたくさんの装備バリエーションから耐性を付与していくことで、打撃以外の多くの攻撃が受けられるっていうのが戦士の強みです。守備力の数値的な硬さではなく、守備力では軽減できない呪文や炎、吹雪にも強いという部分がとにかく重要。さらには刃の鎧を装備して反射ダメージで削りを入れるという戦法もあり、素の守備力が低いが HP が高いという特性のおかげで大きなダメージを受けてから返すっていうこともできて、
自動回復効果を持つバラモスやバラモスゾンビへの打点としても有効な戦法です。素早さが低いので高効になってしまうということを生かして、味方のバイキルト補助を待ってから攻撃したり、敵の攻撃を受けた後に賢者の石を使って全体回復、毎ターン安定して戦闘を進められるなんてこともできたり、自身が生き残りやすいからこそ世界樹の葉を道具に仕込んでおいて緊急時の立て直しの起点になったり、 HD2D リメイクではさらに特技も覚えるので、このステータス特徴をどう生かしていくか、これを考えることで戦士の性能を最大限引き出せるのではないでしょうか。さらに細かいところで言えば、序盤から大きく成長する HP を生かして、あらゆる攻略チャートをすっ飛ばして早めに砂漠地方に赴き、イシスやピラミッドの優秀装備を回収、パーティーの戦力を底上げするなど、ストーリー進行が自由なドラケー3だからこその戦士の耐久の高さを生かしたプレイなんかもありですね。このように高いステータス、低いステータス、これらの特徴を装備やアイテム、ストーリー進行を絡めて生かしてあげることで、戦士としての本当の強さっていうのが見えてくると思います。ではこのステータスはどのような推移をしていくのかという話をしていきます。戦士ですが、これまでの話の通り力と体力の上昇量が凄まじく、それ以外はいまいちという感じ。そして力と体力ですが、レベル10から40の間で急成長、力は40から50の間も伸びていきますが、体力は40以降急に伸びなくなってしまいます。ということで、この10から40の間で勝負を決めるという育て方が重要になります。ただこれ10から40ってほぼゲーム開始からゲームクリアまでの間なので、実はプレイしている間でそんなに育成方針を変えるタイミングがないということなんです。他の職業だと序盤は体力を持って、中盤以降は賢さを持ってみたいな、ちまちました育成がベストだったりするんですが、そういう細かい挑戦はほとんど必要ないです。戦士ってそういう細かいこと苦手そうじゃないですか。そういう不器用そうなところがゲームシステムにも現れているということですね。ということで、開始直後から性格は変更する必要はそんなにないと思います。ちなみに性格システムの解説は別動画で結構細かく解説しているので、ぜひそちらも見てほしいんですが、簡単に言うとレベルアップした時の成長率に影響するものです。戦士は力や体力を伸ばしていきたいという職業なので、ここでおすすめしたい性格はタフガイがやはりおすすめ。体力および HP を大きく伸ばしていく性格、これがタフガイなんですが、これによって最後まで高い HP を生かした様々な戦士ならではの立ち回りが可能になるでしょう。戦士がタフガイになるには、ルイダの酒場での登録時にスタミナの種をたくさん投与しましょう。体力の上昇量が最も大きく、増分が10以上の時に一定確率でタフガイになることができます。このようにタフガイを選択することで、序盤から攻撃力の高さや HP の高さによってパーティー全体に安定感をもたらすことができます。ロマリアから船入手までの期間は一気に装備できるものも増え、お金がかかってくる時期なんですが、タフガイである程度 HP を持っているので、多少防具が買えなくても問題なし、少し優秀な武器と味方の片落ち防具でも結構普通にやり合えます。船入手直後ですが、こっからは魔法の鎧やドラゴンシールドといった耐性装備が増えてきて、数値以上の耐久性の向上も見込めます。金欠問題はついて回るんですが、ゴールド稼ぎのできるモンスター狩りや、リメイク版では金作アイテムも増えたので、比較的お金は貯めやすくなっていると思います。呪文が強力なモンスターも増えてくるので、こっからは耐性面が非常に重要になってきます。この耐性面での優位性っていうのが戦士の強みでもありますしね。終盤は先ほども紹介した通り、賢者の石や刃の鎧、世界樹の葉を持たせてアイテムサポートをしつつ、アタッカーとしての動きっていうのができます。この HP の高さを生かしたサポーター兼アタッカー的な動きは、武闘家とはまた違った性能になってくるので、このあたりもぜひ試してほしいところです。ただし裏ボス侵入に対しては少し出していくの厳しいんですよね。倒すだけならまだしも、倒すまでにかかったターン数が重要な侵入戦では、戦士のじっくりと戦うスタイルがあまり有効ではないので、ストーリー終了後は引退という形になるでしょう。ということで、今回伝えたかったことをまとめると、高い HP で敵の攻撃を受ける壁という強みだけではなくて、装備品の豊富さを生かした耐性面での優位性と、それによる生き残りやすさを生かした世界樹の葉の蘇生係、刃の鎧による削り性能、
素早さの低さを生かした高校安定回復係、バイキルトアタッカーとしての役割などなど、一概に味方の盾だけと捉えず、ステータスの特徴を考えた様々な戦術っていうのが戦士ならではの強みなんだよっていうところでした。はい、というわけで戦士の性能について語っていきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんの思う戦士の性能や強みなんかもぜひコメントで聞かせてください。それでは今回はここまで。今後もこのチャンネルではドラ系の情報や小ネタをたくさんアップ、今や失われた攻略本文化を思い出すような、そんなチャンネル作りをしていきたいと思っているので、ぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。